テロリストとかそういうのを未然に防止するっていうことはもう当然やります。フリーのルポライターという設定で潜入調査をやったり、うん、偽の名刺は持ってるわけですよね。そうですね、それ事前に防ぐことができるほど監視体制はできてるのかとか、本当に不十分なんていうもんじゃないです。中国とロシアと今おそらく北朝鮮かなりの数のエージェントを日本の中にいるはずです。まあ、日本に対しての規制国家、そこに出入りしている方は我々は要注意人物として見ます。堀さんにエージェントになってもらった方がいいんじゃないですか。まあ確かマークされている人物のレッテルを貼るのをやめてもらえます。自分から言い出したんじゃないですか。公安調査庁は国家の安全を守る諜報機関ですが、その活動内容は謎に包まれています。公安調査庁という組織そのものが怪しい。公安調査庁って何をしているところなの？よく出てくるテロとか扱っている公安警察とは別の組織なの？などその存在を知らない人も少なくありません。実は新ウルトラマンの映画公開を受けて公安調査庁のツイッターに気になる投稿が。取材等のご相談がございましたら、まずは広報室までご連絡ください。ということで、本当に取材を受けてくれるのか、アベプラは公安調査庁に取材交渉。すると条件付きで取材 OK となりました。我々はその実態を探るべく公安調査庁がある霞ヶ関へ。その拠点は法務省の中。まずカメラが入ることができたのは公安調査庁の幹部たちが集まる会議です。公安調査庁の長官や法務大臣も出席しています。組織運営を担う皆様におかれましては、自らを厳しく律することはもちろん、部下職員に対しても順応精神と高い倫理観を持って職務に励むよう指導を徹底していただきたいと思います。では彼らは一体どんなことをしているのか、公安調査庁の横尾次長に話を聞くことができました。情報の力で、まあ、国を守るというようなことでございまして、国際テロであるとか適宜分析してですね、内閣官房であるとか官邸等にですね提供させていただき、国の政策に反映させていただくといったような、まあ、活動を主に行っておると。公安調査庁は国に対して暴力的な活動を行う団体を調査して、活動制限や解散指定の請求が行えるほか、過去に無差別大量殺人行為を行った団体に対しても観察処分や再発防止処分の請求もできる組織です。調査対象はオウム真理教の関連施設や過激派組織など様々で、北朝鮮や中国の動向、ロシア軍によるウクライナ侵攻など海外の動きも含まれています。裏で派手なことっていうかですね、こう いろいろ好き勝手みたいなことをこうやってるのであろうというイメージを持たれる方おられるかもしれませんけど、かなり地道なですね活動なんだろうと。で日々のこう、まあ、努力の積み重ねみたいなものというものが、まあ、重視されるような世界であると。業務は団体への調査だけではありません。ここ数年特に力を入れているのは経済安全保障やサイバー攻撃の調査、そして日本の技術やデータなどが海外に流出しないよう企業や大学に対し注意を呼びかけています。ただし任意の調査であるため、警察が持つ捜査権はなく逮捕することもできません。調査官について古川法務大臣は、公安調査庁の業務の大半は日頃世間からは見えづらいというよりも見えてはいけないという性質のものです。影の努力の一つ一つが国民の生命や財産などを守ってきました。情報を得るため身分を隠して潜入調査をすることもありますが、現場の職員が何よりも気をつけていることは、
情報提供者への配慮です。何よりもその自分に協力してくれる人との人間関係が重要であるというふうに感じました。必ずまあ相手の立場に立って考えるということと、自分に対して快く協力し続けてくれるような人間関係を維持するということを何よりも気をつけておりました。今夜は35年間勤めた元調査官に公安調査庁の知られざる実態を伺います。ではゲストをご紹介いたします。公安調査庁に35年在籍されていまして、調査官や分析官などを歴任されました。で現在は日本戦略研究フォーラム政策提言委員で、経済安全保障マネジメント支援機構の上席研究員でもいらっしゃいます。藤谷正俊さんです。藤谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。さあ、ということで、まずこの公安警察と公安調査庁の違いから見ていきましょうか。萌さん、お願いします。はい。公安調査庁は国家の安全を脅かす団体を調査監視する機関です。団体の規制などを請求できるんですが、あくまでも調査や監視がメインなので捜査権、逮捕権はありません。その一方で公安警察というのは国家の安全を脅かす犯罪者を取り締まる機関で、こちらには捜査権、逮捕権も与えられています。藤谷さんは具体的にどんな調査をされてきたんでしょうか。私は北海道振り出しなんですけど、だいたい、よくこうなんていうんですかね、最初は国内って言うんですね、我々は。それでその後は、国外の方に移りまして、はい、私はもうですから北朝鮮とか中国、ロシアとか、そういうところの国際テロの部門をずっとやりました。はい。で、まあ、ここにありますように現場の調査官の時代にはフリーのルポライターという設定で潜入調査をやったり、分析官、これ本庁に行くと分析官になるんですが、分析官ではテロ対策のための海外の諜報機関との連携などをやっていました。調査官と分析官ってどういう違いがあるんですか。全員公安調査官ではあるんですけども、本庁に来ますと分析を中心にやると。で現場の調査官っていうのは、まあ、いろんな団体とかそういうものとの、まあ、調査をやるということで、だいぶやることは違います。実際に入り込んだりするのは調査官。そういうことです。はい。そもそも何を調査するかっていうターゲットをどうやって決めるんですか。それは破壊活動防止法というのがありまして、まあ、そこに列挙されてますので、まあ、主にそこをやるんですが、はい、時にはその現場の調査ということで、まあ、PT を組んで独自にやったりはします。ただ大体は本庁の指示でやるということです。あ、そうですか。はい。は、具体的にはどういうことをやってきたんですか、藤谷さん。現場ですか。現場で、さっきの例えばそういう、要するにうちの協力者を作るリクルートっていうんですけど、はい、それをやるんですね、主に。でそれは要するに組織の、ある調べたい組織のところの誰が一番そういう情報を持ってるのかとか、そういうことを、そこを基礎的な調査で調べていくわけです。そしてバレないように自分の身元を明かさずに。絶対自分は明かせないんで。明かせない。そして調べていって、そういうターゲットを見つけたらそこにどうやって接触して、どうやって、要するにそのこちらに協力をしてくれるようにするのかということを我々は考えている。想像つかない。スパイですね。どのぐらいの関連の人たちが調査対象になってくるんですか。僕みたいな、本当に、取材で入っているような人間もやっぱりここは一度聞き取りしておくかというような対象になるんですか。北朝鮮とか、要するに適正っておかしいですけど、日本に対しての適正国家になると、やはりそこに出入りしている方は我々は要注意人物として見ます。ですのでそれはどういう意図で聞いたのか僕は分かりませんが、そういう人間をまずピックアップしていくと。それは初歩的な段階の調査ということです。堀さんに直接的に、話を聞かれたわけじゃなくて、間に人がいたようだという雰囲気の話をされてましたけど、それがいわゆるもしかしたらエージェントと呼ばれる、存在だったかもしれないということで、調査官分析官という直接的な職員とは別にですね、公安調査庁が雇う協力者が存在すると、その人を介して情報を得るという、形の、ヒューミントということだそうですけど、雇うということはこれ藤谷さん、お金を払って
こうやってもらうってことですか。はい、もちろん情報の対価ですので、はい、その重い軽いは当然あるわけですよ、うん、ですので、まあ、安い方もいらっしゃるしかなり 額を出すこともあります。まあ、それはやっぱり危険度っていうのもありますし、いろいろ勘案するわけですね。はあ、はい、なるほど。逆にあれじゃないですか、裏切られたりとかこっちの情報をさらけ出されたりとかそういうリスクもありますよね、外の人をこう雇うと、うんうん。まあ、ただほとんどそういうのは聞いたことないですけども、まあ、中には例えば、そういうので流してしまったという人はいないとは限らないですね。ちょっと僕は聞いたことないですけど、はい、堀さんどうぞ。ごめんなさい。いや一番のボスは誰なんだっていうのもちょっとスパイ映画的にも気になるところで、いやおっしゃる通りですよね。誰がそれを調べろっていう一番の最高権限を持っているのかっていうか、堀さんわかる、その気持ち悪さよくわかる、うん、堀さんわかるよ。藤谷さんいかがですか。まあ、最高権限というか、まあ、うちらは公安庁調査庁長官という人が全てをやるということになってますけども、あ、まあ、実際にはね全てやるわけじゃありませんけど。そうですよね、いやそれこそ誰をターゲットにするんだみたいな話になると、その上がいそうですけどね。保安調査庁長官の上がいそうですよね。堀さん何かやってるぞみたいなことを、ね、それはやっぱり、ね、長官の上には当然、まあ、内閣があるわけですよね、うん、政府行政庁の。いや堀さん言ってること分かりますよ。総理大臣ですね。法務省なんじゃないですか。いやそれが法務省もそうだけど内閣もあって総理大臣もいてとかなってくるから、言ってみれば政府の要請で調査が始まったりするのか、あるいは警察からやってくれと言われてマークされるのかとか、何をきっかけにっていうね、それは庁内だっていう話でしたけども、うん、実はそこはなんかこう、ね、どういう形で調査が始まってるのかっていうところは知りたいところがありますよ。どうですか、どうですか、藤田さんいかがですか。まあ、要するに単調ということですよね。それはね、外国の情報機関から日本の国内にこういう不穏なやつがいるとかっていう情報もありますし、はい、うん、そういうので調べる場合もあります、うん。それからあと先ほど政府とおっしゃいましたけど、はい、まあ、ほとんど政府からの要請はないです。ないですか。そうなんですか。年に、まあ、不定期に、はい、合同情報会議っていうインテリジェンスのコミュニケーションみたいなのがあるんですよね、うん、そこでやってるんですが、まあ、あまり、それほど活発にそのどこどこやれとかってそういうのはあまりないです。あ、そうですか。あと警察からっていうのはないですか。警察に情報提供はあるわけですよね。まあ、警察対して情報の共有化というレベルではあります、うん、でこういうことやってくれって警察側からは来ないですか。オファーはあまりないです、じゃあ俺たちが知らない間に秘密裏にそれ未然に解決するみたいなのがたくさんあって、でそのモチベーションとしてはやっぱりこうやったことは評価されたいじゃないですか。それはもうやっぱり影で動くっていうところに徹してるんですか。あ、おっしゃる通りで、それになかなか不満持ってる方も実際にはいますけども、ただそれはやはり、まあ、もう、国の重要な仕事職務だということでもう割り切っていくしかないですね。本当は公務員なのに周りからはフリーのルポライターだと思われてるやつとかいるってことです。あれみたいなことが別の場面でありそうですよね。あれあの人なんか違うところにいたなとか。いやそのストレスは ね俺たちがいなかったに日本今頃どうなってるか分かんねえぜみたいに思うけど言えないですもんね。そういうことですよね。働いてる方々のキャリアっていう意味で言うと、うん、もう入ったら基本的にはずっとそこで仕事をするっていう感じなんですか。それともその公安調査庁に入ったけどその後別のそのなんだろうキャリアチェンジみたいなのが、うん、法務省内移動とか法務省内の移動もありますし、あと出向という形で外務省とかそういうところに行くこともあります。エージェントから得た情報のこう真偽というかその正しさみたいなのはどうやって判断するんですか。まあ、それは現場の調査官は、まあ、はっきり言ってよくわからないですよね。そこは比べようがないんで他と。ですのでそれは本庁の分析官がやる仕事になります。でそこで本庁分析官が過去の経験とか今までのパターンはこうじゃないよねとかそういうので、あと矛盾した情報と、まあ、当然ありますので、それを、まあ、取捨選択していくと、うん、そうして最後には、まあ、いくつかのシナリオを作っていって最も可能性のあるシナリオをチョイスすると、そういう形が分析という仕事になります。どうですか、もっと発信していくべきだみたいな思いっていうのは藤谷さんはお持ちですか。僕は思ってるんですよね、うんうん、今まであまりにもこういうの隠してきてしまったと、はい、でさらに悪いのは日本ではインテリジェンスを学ぶ機会がない、うん、これは本当に意識がなかなか国民の間でも定着しない、ね、これは非常に良くないんじゃないか、はい、やっぱり発信していこうというのが僕の考え方です、
アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。